こんにちは。こんにちは。小原田康久です。小原田ひろみです。イルカの時間です。昨日バレンタインデーってやつか。そう、うん、あ、いろいろありましたよ昨日ね。あれをなんだチョコか、ね、手作りで作ってたね。作ってたしね、なんだかすごかった匂いが。全く匂いな。そう、まあね、あんまり興味ないけれど。あなたは好きじゃないよね。でもさ、さっきさ、俺今日新聞がない日じゃん、テレビちょっとつけたらさ、なんか、ジップっていう番組か、なんか番組が追いかけていた、なんかイケメン、街の中のイケメン、なんか高校生の DJ と、カリスマの、なんか店員、ショップ店員さんと、あとなんだっけ、あと美容師さんか、あの3人がどのぐらいチョコ持ってるか、もらえるかなんて密着してたけど、店員さんなんか100何個もらってたからね。ああ、そう、すごいね。して、なんで、同日で手作りをして、また今日月曜日に渡すっていう人もいるわけよ。でもうあれお返し大変だよね。もし3月14日返すんだったらね。でもさ、あってさ、やっぱりね、プレゼントするっていうのはね、まあこれはクリスマスもそうだろうしさ、ね、それはまあいい精神かもしれないな。まあね、日本で昔から言うならばお中元とかお歳暮とかさ、そういう感覚だろうけど、でも印象的だったのが、あのなんか最後に紹介された美容師さんね、若い方27歳だったけども、男の子に憧れてられてるのね。あ、そう、男子がチョコあげてるの、憧れの人なんでっつってね。だから男が男にさ、なんか惚れられるってなんかかっこいいじゃん。ケンスケンさんじゃないけどさ、なんかそうだな、いいと思うね。なんかそうだから、まあ、男の関係なくさ、ね、まあなんかこう、自分が慕うというかさ、そう憧れる人にチョコをあげるっていうのは、まあそれはそれでな、素直な気持ちなんだろうね。なんか、ああいう人になりたいってさ、こんな風になりたいってさ、こう具体的なイメージがさ、身近にあるってすごくいいことだと思うわけ。そうなんだよね。誰もお手本になるような人がいないとさ、かわいそうだよね、子供たち。そうだよね。あんな先生になりたいとかさ、そう、こんなピアノの先生になりたいとかさ、な、あった方がいいと思うな。そうだよな。だからさ、まあね、夢を持てとかさ、いろいろあるけれどさ、ね、でも具体的にさ、その目標とするものがなければな、なかなかさ、やっぱりね、ああ所詮ね、自分の親父程度かとかさ、思うとさ。なあ、でも両親が理想ですって人っているんですよ。そうそう、それは言うけどさ、それは素晴らしいことだと思うし、まあそれはそうだけどね、まあでもね、両親を超えていかないと。ああそうだね、子供もな、だから親ってまあ自分の理解できる範囲に子供を置いておこうとするからな、で理解を超えたところをやることをやるとさ、まあ、そこで親が不安になったりするわけ、ね、こいつちょっとおかしくなったんじゃないかとかさ、危なっかしく感じてしまうわけ、でブレーキかけようとする、そこでこういろいろとね、いさかいが起こってきたりするわけだ、ね、いやでもさ、昨日さ、ちょっと我が家でもね、トラブルがあって、まあ、うちの紀子さんが、ね、チケットを取ったイベントがあって、体調が悪くて、まだ他にも16にもなんか用事があったらしいからさ、まあ、無理しないで行かないってことになったんだけどさ、その代わりに私が行くことになりました。何にも知識がないわけよ、どんなところかなのか。そうだよな。場所とチケット持って、ね、とにかくこう、これとこれだけお願いって言われて、まあ、試しに潜入捜査みたいな感じで行ってみたらさ、まあ、これがオタクの世界かっていう。秋葉原ってそういう街なんだな、みたいな。ああ、そう。面白かったよ。もう、50過ぎて貴重な経験してきたよ。そうだな。だけどさ、まあ、オタクってさ、割とこう、ね、ネガティブに見られるけれどさ、だけど結構ね、やっぱ、要するに一つのことをやり遂げる人間ってのは全部オタクなんだね。そう、もう。だから、オタクじゃない人間ってのは、まあ、そこそこみんないろんなことができたりとか、興味があったりしてさ、あんまり、普通なんだよね。だから例えばノーベル賞取るような人はさ、あれはある意味オタクだよ、ね。オタクだよ。もうある意味で完全にオタクだよ。そうじゃなきゃできないよ。ノーベル賞というさ、なんか歴史のある賞をもらったから、わあすごいんですね、すごい研究なんですねってみんな理解しようとするけど、もしそういうふうに話題に乗らなかったら、はあなんですかで終わるかもしれないんだよね。だってさ、本当にそればっかりやってるんだから。ね、それはすごいよ。例えばあれでもそうだよ、野球選手だってさ。ずっと野球やってんだよね。そうでしょ、サッカー選手だって、やっぱりそういう一流になった人たちっていうのは、もうたくさん、そうじゃなきゃできないよ。成し遂げられないんだね、きっとね。それを思った。そう、だからさ、
オタクってのはやっぱりこう世の中を変えていくだけのパワーがある。うん、そう。だから昨日のあの夢の扉のね、うん、あの吉内さんもね、いい感じでね番組、うん、できてたね。そう。うん。うん、だから彼もまあオタクだよ。そうだね。なあ。間違いない。うん。だから本当にそういうことに夢中になってやる。うんうんうん、そういうことによって、人を、ねうん、癒したり、うんうんね孤独を解消するっていうふうなことにねつながっていくわけだからさ、うんうんうん、そうだからさ、うん、だからそういうこうオタクが社会を救うんだ、うん、本当に。でもね、うん、昨日の夢の扉もさ、あの気温も見てたけども、うん、あの学校に行けない女の子がね、うん、織姫がまず学校に乗り込んでくれてさ、うん、お友達を作ってくれて、うん、そこからあの自分が行くという、うん、やっぱあれ分かるっつったね、今日気持ちがね、ああいう気持ち、うん、ああそうだろうな、やっぱりそれ体験しないとな、うんうん、分かんないよね、うん、だから学校ぐらいって思っちゃうの、学校ぐらいなんで行けないんだって思っちゃうね、言うわけだから、うんうん、で、よく言うのがね、うん、お前社会ってのは厳しいんだぞって、うん、学校行けなくて学校ぐらい行けなくてどうすんだって、うんうんうん、これから社会ってそんな、うんうんね、社会の荒波なんかこうね乗り越えていけないぞなんて言うわけだよ、うんうん、そうだ ね, ね, 言うね、うん、そうでもねそうじゃないんだよな、うんうん、やっぱりその時はその時学校もなかなか行けないのさ、うん、思った、うん、あ そういう理屈でいけるもんじゃないんだから、うんうん、そうなんか理屈を超えた何かがあるんだよね、うん、そのやっぱりその、うん、あのハードルというかさ、うん、壁というか、うん、何かがね、うん、その人たちにとってみれば学校っていうのはその、まあ、異次元というかさ、うん、そういうふうに捉えてる人にいけるじゃんっていうのはこれは乱暴な言い方だね、うん、そうなんだよね、うん、本当そう思った、うん、だから学校行かないっていう選択だから誰が言ったかな、そうそう、その吉田さん言ったかな、行けないのと行かないのは違うんだって言ったね、うんうんうん、だから行けないんじゃなくて行かないという方向にリードしてあげればいいわけ、うん、そうな、うんうん、いいんだよ、君は学校に行かないって決めたんだから、そうそうそう、この道で頑張ればいいよっていうことだよね、そうだから行かないっていうのはある意味のあれなんで、厳しい道を選んでる、そうだね、普通の通り流されて卒業証書もらって、うん、はい高卒ですって言った方が楽なんだからね、そうそうそう、うん、うん、そうだからその厳しい道を選んだことに対する評価っていうのが必要なわけよ、本当はね、うん、うん、いわゆるまあ、うちの喜恵だってさね、今度卒業するけれど、うん、私は就職も進学もしないんだって、うんね、うん、でアルバイトしてお金貯めて世界周旅行して、うん、帰ってから考えますっていうのはさ、うん、これも楽な道じゃないよ、そうだね、うん、みんなからは なんでとかさ、うん、どうしてって毎回毎回聞かれてさ、先生からも本当にそれでいいのかそれでいいのかって、これは心配な気持ちからだよ、うん、意地悪じゃなくて本当にそれでいいのか、うん、それでいいのかって何度も何度も確認してくださって、そういやそれでもって言い続けるのってもうなんか最後はさ普通だったら面倒くさくなるよね、そう、それにね、いいよ一応言っときます、うん、専門学校とかさ、そうそう、それに、ね、不安になる本人もね、そのね人と違うことやってるっていうのはね、うん、その不安が出てくるんだよ、うんうんうん、これでいいんだろうかって、うん、いや自分で決めたことなんだけど、うん、でもあこれでいいんだろうかっていうものが出てくるのよ、うんうん、あるかもね、うん、だからそういう時にじゃ あの親はね、うん、その不安をさらに煽るようなことをやっぱ言っちゃまずいよな、うんうん、それよとかね、そう自分で決めたことなんだから、うん、もうここはもうその不安を解消するように、うんね、そういうこう導きが必要なんだなと俺思うね、うん、うん、そうだね、そうだってさ人と違うことやったからってダメなわけじゃないんだから、うん、やってみればいいじゃんね、うん、ねだから若いってさ何でもできんだよね、うん、年取ってもできんだよ、まあ、それは思うよ、だからできんだよ、うん、それは若いって言ったらそれは若いからできるわけじゃないんだよ、若い時は逆に思ってるんだから、うん、ね、あの大人になればお金もあるしいろんなことできると思ってるんだから、だから、ね、だからそういうこう自分がやらない理由なんです、それは。それはあるかもね。そうでしょ、うん、もう54だから私には無理とかね。うん、ああ、そうやってなんかしないけど、折り合い。結婚しちゃったから私無理とかね。折り合いつけて生きてるから、うん、なんかしょぼい人生しかないわけよ。しょぼくはないでしょ。だってそれはそれで素敵じゃん。いやでもさ、その折り合いをつけた中で、うん、何を最大限やっていくかじゃん。ダメ、もうやったほうがいい。別に誰も私やらないってないよ。どん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 とね、やったほうがいい、ね。うんうんうん、そうですか、そう、はい、うん、そうやってね、はい、こう人生を活性化する、いくつになったってね、まあね、90になったってさ、いやもちろんもちろん、俺の知り合いなんか90いくつでさ、うん、ね、言ってたよ、いや僕はね
100歳になったらレストランやるんですよ。いいね。すごいでしょ、うんうん、それは素敵だわ。そうだからさ、やっぱりそういうやっぱり生き方をね、うん、持つのがね、やっぱりそれこそ生きない生き方でさ、うん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 、やっぱり、まあ、のエネルギーをまた人にも分けられる。そうだね、病気だからダメとか年だからダメとか男だからとか、うん、女だからとか、そういう理由をつけてちゃいかんね。そういうこと、はい、ね、はいはい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。